ということで今回はなんだかんだ5年くらいの付き合いで一緒に釣りを行っているヒットミーと鍋さん、そしてその会社の方々とキス釣りに行ってきました。荒海の中なんとかポイントにつき、はい、じゃあね、約1から行ってみましょうか。水深はね、16分です。行きましょう。どうぞ。で、様子も行きます。もう、ちょっとね、乗って、海がね、だいぶ悪くてね、ここだから。で、見ていただいていいですよ。で、この方は大体3センチぐらいね。あんまり長くて、いかがでか、3センチぐらい。荒れすぎて撮影できず、なんとか風が収まってきたので撮影開始。竿はバス竿で、仕掛けは胴付き仕掛けの一本針で、餌は5回です。ヒット！そこに重りをつけて、たまにしゃくって5回はふわふわさせて、おい、どう？ヒット連発！来た来た！変えてみました。待ってくれ、ちゃんと撮ってくれ。
ちの方がでかいですね。当たりが分かりやすくて楽しかったので胴付きに戻し、はい、ゲット。本日出た場合コンビ当たりコンビ当たりいっぱい釣って、ほろ酔い気分？ベラも釣れました。来る魚は、トラキスでした。うん、キスはキスだね。天ぷらにして食べたいと思います。私はお刺身にしちゃいました。おいしい。